ということで、クラシックフィジークの順位予想やっていきたいと思います。まずは第1位から、スティーブ・ロレウス。もうなんで1位からっつったら、もうこの人満場一致じゃないですか。皆さんもこの人のこと思い浮かんだんじゃないですか。プロポーションはめちゃくちゃもともといいんですけど、それに加えて、足の太さ、張り出し、上半身の胸、背中の厚み、腕の太さ、そこがもう3倍、4倍にでかくなったって言ったらちょっと言い過ぎだけど、本当に良くなって、よりウエストの細さが目立ち、X フレームっていうのかな、クリス・バムステッドみたいな、あれの僕は上位互換だと思います。なんで、まあ欲を言えば、もう少し胸とか背中の厚みっていうのがつけばね、まあより強くはなる。ね、それこそ僕はそうなればオリンピアでもパーフェクトスコアで優勝すると思っていますが、今回のアーノルドクラシックのメンツで、まあ全体的なコンディションでスティーブ・ロレウスは筋肉のバランス、プロポーションがめちゃくちゃいい。それに加えて今回、コンディションもめちゃくちゃいいんですよ。なんでもう本当に強い。本当に強い。本当に強い。ただそれだけです。言葉は他に何もいらないっていうぐらい強い。別に僕の語彙力がないとかじゃないですよ。なので、スティーブ・ロレウスをもう圧倒的1位に上げました。2位と3位は正直ちょっと悩みました。テレンス・ラフィン、もしくはアレックス・カンボロデロ。どっちかが2位、3位だと思います。で、まずテレンス・ラフィンで言うと、非常にこの人も筋肉のバランスが綺麗で、シュワちゃんとか、その時代のクラシカルなボディービルダーみたいな体型をしているのかなと。本当にキャラクターメイキングどれぐらい完璧にやればこうなるんだっていうような一番かっこいい筋肉のそれぞれのつき方をしている。足だけが太いとか、胸だけがでかいとか、腕肩だけがめちゃくちゃ丸くて太いとか、そういう感じじゃなくて全部が全部綺麗についている体。この写真どっちも2月に確か撮られたものなんで、今もっと良くなっているし、ここからカーブを入れて筋肉を張らせていくって考えたら、もうすごい。この人は以前僕が紹介したタイタングリップを使ってトレーニングしている人でも、まあ有名なんですけど、まあテレンス・ラフィンは個人的に、まあ2位3位に入るんじゃないかなとは思っています。で、アレックス・カンボロネロを、まあ2位3位どっちか、まあテレンス・ラフィンと悩んだ理由としては、まあコンディションの問題のみです。筋肉量、特に上半身っていう意味では、もともとボディービル2、1、2の選手で、オリンピアでも、フレックス・ルイスとかが多分活躍していた時代で、トップ10とかに入っていた選手なんで、申し分ない。それこそ、現クラシックフィジークのトップ選手の中では、本当に1位番2番目ぐらいに筋肉量だけで見ればある選手だとは思います。一番僕が3位かもしれないなって思っちゃったのはコンディションです。コンディションがスティーブ・ロレウス、テレンス・ラフィンと比べるとちょっと甘いかもしれないと思って、そういう予想にしました。では4位5位、ここはですねもっと悩みました。まずはリッキー・モーテン。この人は去年のタンパプロで準優勝した選手なんですけど、一番強みがあると思うのは腕と肩。逆に言うと腕と肩がでかすぎるんですよ。なんで、まあフロントラットスプレッドとかで、バックダブルバイで、背中の凹凸感もあるんで、そこに関しては非常にインパクトがある強い選手だと思います。サイドチェストを取った時で、この選手は多分膝から下がちょっと長いのかな、だから足もそんなに太く見えないっていうのもあるんですけど、サイドチェストを取った時もこういうポージングを取った時も腕と肩にばっかり目がいっちゃうんですよね。そういう意味では上位3人に比べると筋肉のバランスっていうのがちょっと劣ってしまうのかなっていう風な感じで、その次ですね、サンディエゴ・アラゴン選手。で、この人は去年ダラスプロでボディビル212に出ていた選手。なんで山岸選手とバトっていた選手になるんですけれども、この人は全体的な筋肉のバランスっていうので見ると、非常にウエストが細くて、自身も言っている通り V テーパーの持ち主という風に言っていて、ウエストシェイパーもね、V テーパーなんとかっていう名前で売り出していて、アンドレ・ファーガソンも愛用している商品を、まあ、発売している選手なんですけれども、個人的にクラシックフィジークかって言われると、若干まだボディービル212感が出ちゃっている。まあ、それは何かって断言ができないのが僕の語彙力のなさの申し訳なさなんですけど、アレックス・カンボロネロ、テレンス・ラフィン、スティーブ・ローレウス、まあ、クリス・バムステッド、ブレオン。クラシックのトップの選手と比べると、クラシックフィジークのプロポーションというよりも、すごい綺麗なんですよ。ウエストも細いし、ただ、なんかボディービルっぽいなっていう風に思っちゃって、勝手に4位5位の予想の方に入れさせていただきました。で、基本的にはこの5人かなって思うんですけど、アブチン・シェカラビ、あとアブナー・ローガン、この2人もトップ5に食い込むかもしれないと思っています。で、アブナー・ローガンに関してはプロポーションめちゃくちゃいいんです。ウエストが細くて、コンディションがちょっと他の選手と比べると甘いんじゃないかなってまた思っていて、アブチン・シェカラビさんに関しては胸とか背中の厚み、形、
あとは腹筋のコントロールで、この人は腹筋のコントロールがめちゃくちゃすごくて、自身でもエイリアンコントロールと言っているぐらいすごいんですけど、まず腕がちょっとちっちゃいんですよね。腕と肩が少し小さく見えて、あと顔も小さいんですけど、なんでダブルバリューを取った時も弱く見えてしまう。それぐらい上半身が逆に強すぎるんですが、で足もですね、この人あんまり太くないんですよ。他のね、リッキー・モーテンとか、サンティアゴ・アラゴンとかと比べると、で、もちろんアレックスとか、その上の選手と比べると、若干見劣りしてしまうのかなと思って、まあ一応今回5位予想には入れてないわ。もしかしたらグミですね。アブナー・ローガンとアブチン・シェカラベに関してはそういう感じの順位付けをさせていただきました。ぜひね、皆さんもコメント欄に選手の予想、あとはまあ理由とかね、いろいろ書いてもらえればと思います。ということで今日はこの辺で終わりたいというふうに思います。これから深夜プレジャッジが始まるんで、まあ朝起きた時かな、ちょっと見たいと思います。少しでもこの動画いいと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでまたお会いいたしましょう。ではじゃあ。